都心コールはアメリカとイギリスの俳優。イギリスのテレビと映画での多様な出演で知られる。テレビドラマ、ザ・カットとイーステンダーズ、E20 でキャリアとしてのテレビデビューを果たし、後にヒルドラ、ハリソクスのレギュラーキャラクターであるニール・クーバー役を演じた。番組を交番した後、テレビドラマやコマーシャルから短編映画のゲスト出演まで幅広く映像作品に出演した。 2017年10月、BBC はドラマ、ドクター、フーの2018年のシリーズで、彼がライアン・シンクレア役を演じることを発表した。両親の離婚の後、8歳でニューヨークからロンドンへ、父と叔父と共に移住した。彼は、ロンドンのグリニッチ区に所在するアビーウッドセカンダリースクールに入学し、一般教育修了上級レベルに進級することなく、 演技のキャリアを求めて学校を去った。2009年にウィリアム・シェイクスピアによる悲劇ジュリアス・シーザーのリメイクである舞台ウェイステッドに出演。制作は犯罪からのティーン・エイジャーの保護を促進する企業インターミッションによるものであった。2010年、BBC のティーン向けドラマザカットに出演し、シリーズ3で登場したのはアチェベ役を演じた。 2011年には、メアンドマイダットとジャスミンという2作の短編映画に出演した。後に、イギリスのヒルドラ、イーストエンダーズのスピンオフ作品である、イゼンダーズ、E20 では、ソルレビ役を演じた。この役を演じるために彼はダンスを学び、シリーズのフィナーレで、プロのダンスグループフローレスの前で一連の動きを披露する必要があった。彼は、この経験が、 非常にストレスフルだったと語った。彼は E20 での仕事は特権で、キャストは素晴らしいと述べた。彼はシリーズ3での役の再登場に賛同した。また、ヒルドラハリオックスではニール・クーパー役を演じた。ニールは番組に登場した6人の新しい登場人物の一人であった。新キャラクターの宣伝としてシリーズのテレビ CM にも出演した。 BBC の医療ドラマ、ホールビーシティでは2013年のエピソードで、K スポッツを演じた。また、映画、ゴーントゥ o o f では、レーザー役を演じた。続いて、もう一つの映画、セカンドカミングに出演。2014年、ミステリードラマ、ザ・シークレッツで、アンソニー役を演じた。2015年には、ITV のドラマ、オックスフォードミステリールイスケーブで、 ジャイモン・アドマ公役を演じ、歴史ドラマ、ベルサイユの1エピソードで、小比奈役を演じた。また、同年には、映画、スター・ウォーズ・フォースの覚醒で、X ・ウィングの操縦士バスティアン注意役でわずかに、出演した。2017年10月4日、短編映画、ファーザー・オブ・マンに出演し、映画、アンロック・陰謀のコードでは、アムジャド役を演じた。 2017年10月22日には2018年から始まるドクター風シリーズ11にてジョディ・ウィテカーが演じる13代前ドクターのコンパニオンであるライアン・シンクレア役で出演することが告知された2020年に放送されているシリーズ12で降板する可能性が指摘された後2021年新春スペシャルを最後にクレアム・オブライエン役のブラッドリー・ウォルシュと共に 公板することが正式に発表された。ありがとうございます。